はい、えー、それではですね、えー、ガイダンスの方を開始させていただきたいと思いますちょっとごめんなさい襟立ちちゃってましたねはい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクス専任講師の岡田です、えー、S 式公務員説明ガイダンスをお開始させていただきたいと思いますはい、この S 式公務員って、えー、まずどんなふうなものですかっていうところなんですけれども こちらはは S 式っていうのはスマホでというなこでですねスマホで見られるですね非常にライトな感じの公務員試験の対策講座というのがこちらの講座のコンセプトなんですね。はい、で取、まあ、っていただいた方とか多分これご覧になっていると思うのでじゃあ公務員のガイダンスですねそれをちょっとまあ10分15分で行いたいなと思うんですけれども。 え公務員ってそもそもまずどんなふうなあのお仕事なの、そのやりがいとかは何なのっていうところからちょっとお話をしていきたいと思います。まず公務員のあの仕事のですね魅力の一つとして、えー、皆さんがちょっと今大学とかで何学ばれているかっていうのがわからないんですけれども、もしその法律とか経済とかあとまあいろんな行政系の科目とか学んでいらっしゃるんであれば、学校で学んだことっていうのがそのまま活かせる。 あの数少なない職業の一つなんですね私もあのまあ予備校講師っていうのをやらせていただいてるんですけどもあの大学の時は一応まあ科学とか学んでいたんですが科学の知識使うよっていうふうな機会ってほとんどないんですよ。 でで、すので大学あの多くの方はですね、大学で学んだことっていうのとその仕事っていうのがなかなか生かせないかと思うんですが公務員ってあの結局その法律がベースにあってその法律をもとにまあいろんなことを考えていって何やろうかっていうのを考えていくわけですのでどうしてもその法律の知識あとはあの地域経済とかそういったものも考えなければいけないので、えー、経済的なことと あと地域振興とかそういうような行政系のことを学ばれていたのであればそういうことをまあ使っていけるとだから自分で学んだことっていうのが生かせますよこれがまず魅力の一つだと思うんですねでかつですねこの,、まあ、あの何の仕事においてもそうだと思うんですけれども、えー、すごい人のためになるで特にこのお一般的なあの民間とかで勤めるとおどうしてもですねあの来てくれた方 お店とかまあいろいろありますけれども、この講座にしてもそうですけれども、受講していただいた方にはまあこういったサービスですよっていうふうなものが提供できるんですけれども、取っていただかない方なんかに関してはどうしてもそのサービスとかっていうのを提供することができないんですね。だから民間の場合だとお客様に対してしかあのサービスの提供っていうのができないと。一方公務員であれば、行政の方から あの例えば市役所であればあの働いている行政から、えー、住民ののの方に対しての働ききかけけいいいうのがろろででるわけです例えば自分が今健康を増進するようなあの課にいますよっていうんであればその住民の方の健康に対して、えー、役所の方からいろいろ発信することができる。というふうなのがの魅力の一つかなと思うんですねこちらから発信して、えー、直接何か働きかけっていうのができますよ。 そこが民間とと公務員のの大きなな違いいつかなと思いますだから非常にあのやりがいはあるし、まあ、公共性の高いお仕事の一つだと思うんですね。であとはあのそうは言ってもやっぱりあの何で仕事をするかって言ったら、まあ、生きていく上で仕事をするわけじゃないですか。もっとあのあまりいい言い方ではないと思うんですけども報酬を得るための一つの まあ方法として仕事っていうのはすると思うんですね。はい、でその時にやっぱりその安定している守られて法律なんかに守られて働くっていうのは非常に重要な要素の一つじゃないかなと思います。でその公務員の待遇自体はもちろんあのまあかなりいいものではあると思うんですけどもそれ以上に守られた環境で働けるっていうのが大きなあのメリットの一つかなと思うんですね。 皆さんこれ今いつ聞いていただいてるかっていうのがわからないんですけどもだから聞いていただいてる時のこの経済動向っていうのも正直言ってわからないんですがあの景気がやっぱり一般的に言うと傾いてくるとでその時に民間であれば真っ、まあ、先にその従業員の方の賃金をカットしたりとかちょっと今期ボーナス出ないからとかですね。 まあそういったこことが起こるんですけども、公務員の場合はもちろんあのボーナスの若干減るとか給料が上がりにくくなるっていうのは景気動向によって左右はもちろんありますけれどもその幅が民間に比べて非常に小さいだから人生設計なんかをしていく時にも非常にですねえ安定してえー物事っていうのを考えられていけるそういうのがえ公務員の魅力かなと思いますね。 あとは民間に比べて長期スパンでいろんな物事っていうのを進めていくことができるだから目先の利益にとらわれない仕事っていうのができるのかなと思いますこんなところが公務員の魅力だと思います、はい、じゃあ、えー、公務員のですね、まあ、魅力については今言いましたけどもあ,あとそれ以外にもあのー 休みが取りやすいって言い方が正しいのかどうかがわからないんですけども老期法で決められててる休みっていうのがありますよね日数的にもそうですしいろんな休暇例えば女性の方だったら3級とかで男性の方だったら育休とかそういったものも公務員っていうのは取るようにっていうふうに進めていっていますので。 まああの子どもが小さいうちとかだったらやっぱりあの、ね、あの一緒にね子どもと過ごしたいなとかっていうふうに思われる方多いかと思うんですがそういった方にもえやっぱり人生設計いのはしやすいんじゃなないいかなと思いますじゃあその公務員になるためにどんなふうなあの試験をしたらいいんですかってところをちょっとお話ししたいと思いますね。はい、まずですね公務員試験なんですけど1時のところで学科の試験があります。 で学科の試験というのは大きく分けると3つですね教養試験専門試験論文試験とでこの S 式公務員の中で扱っていくのはこの部分ですね教養というところこの教養というふうなところの中で数的処理というのが大体3割から4割ぐらい出題されるんですけどその数的処理の基本的な部分を扱っています。あともう一個は えー社,会ううね、社会科学っていうのは、まあ、法律とか経済とかあと自、えー、事問題とかですねそういったところの内容も、えー、後半の方で、えー、行っていきますですからこの教養っていうところの非常に重要な科目である数的処理と社会科学この2科目が学べるのがこの S 式公務員っていうふうなものですね。 であと一応まあ専門というふうに書きましたけれども市役所なんかを受けるよというふうな場合であればあの専門科目自体がなないいいよという,ふうな市役所も結構多いです。それはあの国家に行きたいとか県庁に行きたいというふうになるとやっぱり専門科目というのがちょっと多めになってきちゃうんですね。ですからまず皆さんでちょっとやっていただきたいのはもし公務員に興味を持ったら。 いろんな職種があります国家公務員とか地方公務員とかいろんな職種がありますので自分が受けようかなっていうふうに考えている試験において試験の内容がどんなものなのかなっていうのを調べてみてください。はい、であともう一個論文っていう,ふうなものですこの論文も欠かせるところと欠かせないところがあるんですけれども例えば市役所なんかだったらその市の高齢化対策に対してあなただったらどんなことやりますか こんなのをだいたい1時間から90分ぐらいで1000字から1,500文字ぐらい書かせるよっていうのが論文試験です、はい、で次その1次試験の学科のところが通ると次2次試験になります。2次試験っていうのは面接試験ですね。で面接試験は大きく分けると3つまずあります。上の段のところ見ていただきたいんですけど集団面接集団討論個別面接っていうふうな3つの形式があります。 集団面接っていうのは受験生、えーまあ、67人に対して面接官3人ぐらいで、まあ、多くの場合が同じことを聞かれていくわけですね例えば A さんの志望動機何ですか次 B さんの志望動機何ですかで C さんはなんていうふうに順番に聞かれていくで次の集団討論集団討論っていうのは、まあ、あのグループワークなんていうふうにあの民間なんかでもグループワークを課すところが結構あるかと思うんですけれどもやることは比較的似ています 1>, 1個の与えられたテーマに対してみんなで話し合って結論を出していくっていうのが集団討論です。あとは個別面接あこっちか個別面接。この個別面接っていうのは面接官3人ぐらいに対して受験生が1人でいろいろなことを聞かれてくると。学生時代どんなことやりましたかアルバイト何かやってましたかサークルはゼミは,はい、こんなのが個別面接っていうふうなものです。 で地方公務員の場合だとこのまあ3つのうちの、あのー、どれか組み合わせて複数で、えー、試験をやっていくことが多いです。あとは国家、ね、国家公務員にちょっと興味持ったとっいうふうな方だったらこの官庁訪問というふうなものがその後あるんですね。官庁訪問っていうのは 試験ににに合格したた後に実際に自分が行きたい役所、例えば財務省行きたいなっていうんであれば財務省国土交通省行きたいなっていうんであれば国土交通省を実際に訪問してもらってそこで面接を何回も行っていくっていうのが官庁訪問っていうふうなものです。 あのほととんんどど個別形式のものもが多いかなと思うんですけど人気の省庁なんかである程度絞り込みかけたいっていうふうな場合は集団面接やったりして、まあ、あ,のある程度バサッと切っちゃうようなところもあるようです。はい、こんなのが公務員試験の流れっていうふうなものです。 それではですね、あの公務員試験ちょっと頑張ってみようかなというふうに思った方はぜひあの続けて S 式の講義聞いていただいて勉強していただければと思います。はい、それではですね、以上で公務員試験のガイダンスでのを終了させていただきたいと思います。お疲れ様です。